はい、こんにちは。恋愛パンダです。えー、まあね、パンダっぽいく見えます、まあ、パンダっていうか、よりね、この鼻、この鼻なんだけど、これ犬ですよね、この鼻。まあ、それはいいんですけど、今日はね、ちょっと恋愛パンダということで、ちょっと恋愛の話、恋愛心理学の話をしたいと思います。よろしくお願いします。でえー、っと恋愛心理学 として、まあ、僕は以前にね、こういうツイートをしたんですよ。ツイッターでね、こう言いました。えー、ちょっと言いますねえ。女性は男性に何かをしてほしい。何かを希望し、えー、仕草を示すが、男性には伝わらない。男性は察しない。そんなとき、女性はこう言う。あなたは鈍感ね。女性の心がわからない。こういうふうに言いますよね。ってツイートをしました。 で、これに対してまあ、ねえー、と少し反応はあったんですけど何だろうな僕の言いたいことがみんなに伝わってないんでちょっとと動画でで、ね、やりたいと思い思ますでこれなんで僕がこういうことを言ったかというとこれね、まあ、女性のね、えー、心理をね、えーまあ、認知してる、認知して、つまりメタ認知に近いようなね、えー、手法手法っていうか考え方になるんだけど女性ってなんか男性になんかしてほしいときってこう、直接これしてとかあれしてとか。 こう,えー、こういういうなのがいいとか言わないんですよね女性って。女性って結局、えー、まあ、これからねなんだろう婚活してる男性とかもぜひ聞いてほしいんだけど女性ってねその自分からこれしてあれしてこうしてって言わなくて、えー、男性がしてくれるだろうとかねだあの誰かがしてくれるだろうとかねあのそう思ってるんですよすごく期待してます期待してるけど男性はしないんですよこれなんでかわかります 男性が察しないだけ気づかなないだだけなんですよだから、男性のみんな気づいてあげてください。で、これであの気づくとか気づかないっていう問題だけなんですよ。で、結局、その女性はね、あの、すごいね、理想が高いんですよ。あの、これ僕以前からずっとずっとずっと言ってるんだけど、女性って理想が高いです。もう全てにおいて理想が高い。で、えー、こういうふうにね、あの、なんだろう。 男性に何かしてもらえなかったらね。あの、自分が思ってるだけにも関わらず、男性にね、何かしてもらえなかったら、あの男性、小美少だとか、生理的に無理とか、小美少だ、生理的に無理、男性がやってくれない、なんか、ちょっと態度良くないとかね。あの、気が利かない男性だとかね。もうこういうのも含めて、男性は言います。男性に言いま、男性のことを言います。だから、結局女性って理想高いんですよ。 女性は、何かね、自分がやってもらいたいと思ってるだけじゃだめなんですよ。思ってるだけじゃなくて、男性にやってもらうためにはどうしたらいいかを考えて行動しないとダメです、本当に。なんかね、自分の中で女性って、男性はやってくれる、こうしてくれるもんだとかね、そうイメージして,やって言ってるんですよね、大体の人が。だけど、それはあなたがそう思ってるだけであって、男性がそれやってくれるかどうか、気づいてくれるか。 これ全然違う話なんですよ。だから僕はね、そういうツイートをしました。でもう一回ね、ツイートを読みますね。えー、女性は男性に何かをしてほしい。何かを希望し、仕草を示すが、男性には伝わらない。男性は察しない。そんなとき、女性はこう言うと。あなたは鈍感ね。女性の心がわからない。というふうに言いますよね、みたいな感じで。 ツイートしてます、まあ、これはね、僕がね、まあ、恋愛心理学として、いや、これは女性の心を俺分かってるな、みたいなね、えー、メタ認知した、つまりなんだろうな、女性の心を、えーえー、読む、さらに読むと、女性は男性にこうしてほしいと思ってる、その、心をさらに読むっていうね、こう、なんだろうな。 そういうところがね、えーまあ、僕の分析結果っていうかね、えーまあ、社会学者じゃないんだけど、僕は社会学者ではありません。あのなんかね、評論家だと思ってる、なんかね、えー、婚活アド,アドバイザーじゃない、婚活 YouTuber の人とかいるし、まあ、ひょあの評論家みたいなと思われてるんだけど、評論家ではないです。社会学者でもないです。なんで、まあ、あのちょっと勘違いしないでください。 っていうことで、まあ、今日はね女性の心理ということで、男性もねあのこれ見てもらったら本当にためになると思うんで、女性ってそういう感じであのわがままなんですよ。本当に一言で言うとわがまま、男性の言葉で言うとわがまま、あのそんなに誰も気づかないって、っていうことをえやってくれなかった、あの人本当最低みたいな感じ生理的に無理ってなるんですよ。だから男性の皆さん、注意してください,、はい。今日はこれで終わりりまますありがとうございました